英検のモデルになる。4、2、2、2、2、はい、4。知らなかった。昔だったら解けなかっただろうなと。はい、本題始まりました。もちろんね、さあ、今回は。しかも工事も始まっちゃったじゃん、さっきまで。さっきまでなかったのに。うわぁ、なんと運のない。さあ、坂井さんに来ていただきたいんですけど、どうですか、勉強は。進んでますか？はい、進んでおります。はい、すっげーついてない。さっきまで工事なかったのに、ついに工事始まっちゃった。さて、そんな中、まあ1ヶ月くらい、はい、まあ、勉強をやったと思うんで、ちょっとまあどれぐらいできるようになったのかっていうのをね、見ないといけないんで、試します。はぁ。え、でも今単語どれぐらいまで進んだの？はシスタン1周目は全部終わって1周いった、はいはい、で今2周目の1600までやってますね、うん、文法は？文法はもうポラリス全部終わって、はいはいはい、ひじ先生の読解のための英文法に行ってます、はい、おお、なるほどなるほど。で共通テスト、そっか、模試の結果はまだですからね。そうですね、はい、国語も進みました。国語はもう今年か全部終わって、はい、で漢字はまあ途中で、うん、古文の文法を今も何周もして、なるほど、もう古武段はもう終わりますね、一周やっと、まあ、単語は終わると。はい、漢文はまだ言ってない。漢文はまだ触ってない、はい、なるほど。まあ一通りやっぱ早いね、参考書だと。そうです、スーンと行くね、一気に行くな。はい、当然じゃないですか。じゃあまずですね、そう、最近のやっぱりで模試だと共通テストの形しかないんで、マークが、はい、だからそれだとちょっとね、実際本番では必要な力ですけど、共通テストしか使わないけど、はい、ただどの程度までできるようになってるのか分かんないんで、あ、記述模試だと難しすぎるし、だからどうしようと思ったんで、あったと思った、実力試す方法が。英検のモデルになって。英検、あ、ライティングありますね。いや、それじゃないよ。どうせライティングないから、このまま。リーディングだけ見て、語彙問題で、だって単語やってれば、シスタンやってればできるはずなんで。はい、だから、とりあえずまず順二を。順二、はい。はい、パッとやって、もうさらっと正解してくれる、はい、で、まあ本番では50分ぐらいリーディングには使うんですけど、大体、はい、ただまあね、受験生だからね、そんな50分も使ってらんないでしょっていう感じで解いてもらおうと思います。まずまだ時間計って解いてください。はい、ではまずやってもらいます。はい、はい、それでは解いてもらいました。感想どうですか？は、まあ知ってる単語多かったなっていう、うん、もうほぼほぼもうやっぱシスタンやりゃいけると。そうですね、まあ、うん、分かりますね。よかった、まあ、時間どれくらいかかったの？は24分でした。余裕じゃないですか。じゃあもう読解は？読解はまあ分かったかなっていうふうに、うん、穴埋めもいけただろうっていう感じですね。はい、じゃあ見ていきます。答えいきますよ。はい、丸つけてください。はい、あ、ちなみにこれ2021年第1回実施の、はい、問題です。はい、ではいきますね。1、はい、4、はい、3、はい、1、はい、2、はい、4、はい、1、はい、1、はい、1、はい、3、はい、4、はい、2、はい、2、はい、2、はい、4、はい、4、4、4、2、4、4、3、3、3、3、はい、こういう問題どうですか？1問ミスですね。14番です。あー、カマクロス知らない。ゲッターロングウィズみたいかなって思って。カマロングカマクロスどういう意味ですか？知らないですか？ちょっと知らなかったですね。熟語知らないか。熟語も、まあ、まだ解体熟語とか入ってないもんね。やってないですね。まあ、そうか、偶然出会う、知らない。知らなかったですね。中学校の話です。第5人ですね。はい、2、はい、1、はい、1、はい、2、はい、1、はい、はい、正解。第問3、はい、4、はい、3、はい、2、はい、2、はい、4、はい、で第も4が3、はい、3、はい、4、はい、4、はい、4、はい、3、はい、3、3、はい、間違えた。順二の最後って段落ごとにただやってきゃいいだけですでしょ。そうですね。まあなんとも、うわ、全問正解やったってみんなが言いたいところ、いや、微妙にも間違えたっていうですね。どうした？まあでもこれはこのレベルならって感じしてます。まあそうですね、まあ間違えましたけども、うん、あ、そこカンマークロスって熟語知らないんだね、まだね。そうですね。じゃあ2級に行きましょう。2級に、はい。もう普通に受け入れるっていうね。もうそうですね、言われたらやるしかないです。はい、でもまあ順にはできるってことが分かったんで、はい、じゃあ2級だったらどれぐらいなのか、はい、いよいよ本番です。はい、
ファイでは2級を受けたわけですが、はい、どうでした2級の問題は。2級単語が難しかったなっていうふうに思いますね。どうです、まあ、よく言われるのは、はい、シスタンやってりゃいけるでしょうって感じなんですが、シスタンに乗ってるって感じでした。そうですね、結構見たことあるようなのがいっぱい出てきましたね、うんうんうん。ただレベルは順2とは全然違いますね。全然違うということで。そうなんですね、はい、じゃあチェックしていきましょう、はい、2、はい、1、はい、4、はい、4、はい、3、はい、4、はい、3、はい、2、はい、4、はい、3、はい、3、はい、4、はい、2、はい、1、はい、1、はい、2、はい、3、はい、1、はい、2、はい、1、はい、あ、1問ミスった。あ、2問です。あ、2問、はい、あ、どれですか。ああ、18は文法ですね。そうです。It is time 仮定法知らない。仮定法で It's time って言って後ろ SV 過去形です。なんとかする時間ですよ、はい、あ、それは知らんかったっていうことですね。やった？やりました。やったんかい。やりました。やったんだったらできなきゃダメじゃん。次が、次も文法ですね、はい。As が来た場合の語順、 As kind a person だから、 As 形容詞冠詞名詞の語順ってやつですね。知ってますか、はい、アズ形容詞冠詞名詞は。いや、もうやったはずですね。やったんかい。ということで文法ですね、両方と間違えたのは、はい、ということで、え、ってことは単語はやっぱシスタンスすげえって。ああ、そうですね。シスタンやってたら昔だったら解けなかっただろうなとは思う。ああ、そうですね、思いますね。いや、これさ、めちゃめちゃシスタンの CM になっちゃったなんかもうみんな買うんじゃないのっていう感じですけど。そうですね、シスタンでいけたというですね。もうちょっと文法でミスんなよっていう、ね、もうだ不思議だよね。もう毎回視聴者も上げ下げするよ、ね、おーすげえって思わせといて、そこかよみたいな、はい。じゃあどっかのですね、まあ最初穴埋めですけど、長文中のどうでした。悩ましいところあったなっていうふうに思います、ね、悩ましい、はい。3、はい、1、1、はい、4、ああ、合ってない。そこ間違う、もうこのレベルになるともうダメ。2問間違ってますね、はい、はい、2の B、 2、はい、1、はい、1、はい、やばいな、このレベルになるともう読めないんだななるほどね、はあはあはあ、弱いね、こういう接続副詞的ななんか文頭に文脈が弱いんだな。全くこれ分かんなかったですね。じゃあちょっとどっかいですね、2、はい、2、はい、4、はい、あ、これ読めた、手紙な、まあ、メール簡単だもんね思うけど、はい、はい、2、はい、3、はい、4、はい、1、はい、2、はい、2、はい、1、はい、2、2、ああ間違ってる、で1、はい、はい、ということで合計いくつですか。あ、ちょっと時間が48分か、48分、まあ、結構かかったな、はい、そうです。間違えたのが1、あ、長文中の空所補充が3つ、2個、3個、弱いな空所補充と。まあまあ共通テストには出ないだろうからいいかもしれないですけど、はい、ということで38問中456、あ、6、32点、うん、ということでまた中途半端なそういう、まあこれぐらいのレベルだということが今のね視聴者には伝わったんじゃないかな、はい、自分で伸びは感じてますか。伸び、まあやっぱり単語は前よりはできてるなっていうふうに思いますね。まあただ共通テストで取れなきゃいけないので情報処理問題とかね、はい、そういう問題が解けるように練習していかなきゃいけないって感じですね、はい、もう頑張って。共通テストはもう申し込んでますね当然。まだです、まだ卒業証書が届いてないです。なるほど、卒業証明書、証明書、はい、学校に取りに行くのではなくて送られてくる。それがまだ分かんない、多分取りに行くんだと思います。分かんないってどこで行けよテクアンショーを出してこれからやるという感じですね、はい、どんな感じになるか分かりませんが、とりあえずやっていきますので、はいはい、ぜひぜひ見てください。もう本当にね頑張ってやらないと、まあ、背負ってるものが大きいってことを分かってくださいねそうですね、はい、そう、一人じゃないですからね、もう全国ですから全国からプレッシャーが来てますんで、ダメだったら大変なことになりますから、はい、そうですね、はい、もう山火さんの顔に泥を塗らないように頑張ってもらいますんで、はい、はい、じゃあ頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、Thank you for watching。